戦国時代の四国の勢力変遷です。応仁の乱の頃、四国地方の讃岐と土佐では、細川慶長家が、安房では細川一門の安房細川家が、伊予では河野家が守護職についていました。なお、細川慶長家は、細川氏の宗家、嫡流で、摂津、丹波、讃岐、土佐などの守護職を世襲し、代々、室町幕府の管領職に、芝氏や畠山氏と共に任命されていました。まず、京都の情勢から説明します。京都では、応仁の乱時に、9代将軍に、8代将軍足利義政の子である足利義久がついていました。ところが、1489年、義久が病没してしまいました。義久には男子がいなかったため、義政の弟で、足利義美の子である、義樹、後の義胤が10代将軍につきました。1493年、将軍義樹が、河内守護の畠山氏を討伐するため、京都を留守にしている間に、応仁の乱の時の東軍の総大将であった細川勝元の子であり、細川慶長家の当主である細川政元が足利義樹を廃し、堀越公方足利政友の子である足利義澄を11代将軍につけました。明応の政変です。以後、政元は管領となり、将軍を傀儡化して、幕府の実権を掌握し、藩将軍と呼ばれる専制体制を確立しました。政元は、妻を持たず子がいなかったため、3人の養子を迎えました。関白、九条家の住行と、安房細川家の住元、細川一門の野州家の高国です。ところが、この3人の養子の間で、細川慶長家の家督をめぐる内戦が発生します。1507年には、住行派の勢力が、政元を殺害し、住行が慶長家の家督を継ぎ管領につきました。栄翔の錯乱です。しかし、住元と高国は連携して住行を討ち、今度は住元が慶長家の家督と管領職を継ぎました。さらに混乱は続き、祖父の大内義興の支援を受けた元将軍足利義胤が上洛してくると、高国は義胤方に寝返ってしまいました。義胤は、京に入り、再び将軍に返り咲き、高国が、慶長家の家督と管領職を継ぎました。11代将軍足利義澄と細川住元は、近江に逃れました。この1年の間に、慶長家の家督と管領職は、政元から住行、住元、そして高国と入れ替わっていきました。以降も、細川慶長家の家督争いである両細川の乱が20年以上も続いていき、細川氏は弱体化していきます。戦国時代の始まり。四国では、栄翔の錯乱や両細川の乱により、細川氏の力が衰退していくと、各地の黒人や豪族たちが勢力を伸ばし始め、戦国時代に突入していきます。安房では、安房細川氏の力が弱まり、三好氏の勢力が強まっていきます。讃岐では、細川慶長家の家臣だった安富氏が東部を、香川氏が西部を支配するようになりました。伊予では、守護職は河野氏が務めていましたが、家督争いが相次ぎ衰退していき、南西部では、西園寺氏や宇都宮氏が、東部では、石川氏の勢力が存在し、河野氏は一国をまとめることができないでいました。土佐では、土佐七雄と呼ばれる、安芸氏、高祖壁氏、長祖壁氏、本山氏、吉良氏、大平氏、津野氏の7つの勢力と、公家から戦国大名化した一条氏が乱立していきました。なお、土佐七雄には、高祖壁氏の代わりに、山田氏を入れる場合もあります。
長宗我部氏は、1509年、元親の祖父、兼継の時代、元山氏や山田氏などに攻められ、居城の工場を失い、滅亡しましたが、1511年に、一条氏の支援により、お工場を取り戻し復活しました。1518年には、家督を、嫡男の国親に譲りました。1526年には、高祖我部氏に、国親の三男を養子に送り、影響下に置きました。また、同年、山田氏を滅ぼしました。三好氏、勢力拡大。中央では、高国と住元の戦いは続いていましたが、1520年、住元は高国に敗れて自害しました。1522年には、高国は将軍足利義胤が出奔したため、代わって足利義治を12代将軍に据えました。1527年、住元の長男細川晴元と家臣の三好元長は阿波で挙兵し、京都に向かいました。高国は迎え撃ちますが敗れて、晴元に細川慶長家の家督と官令職を奪われました。その後、細川晴元と三好元長は対立するようになり、1532年に元長が討たれました。ところが、元長の子の三好長慶は、細川晴元の家臣となります。長慶は、徐々に勢力を増していき、1550年には、将軍足利義輝と、細川晴元を京から追い出し、三好政権を樹立しました。四国でも、三好氏は勢力を拡大していきます。1542年には、讃岐東部の安富氏を、1558年には、香川氏を屈服させ、讃岐を平定しました。さらに、伊予東部にも勢力を広げていきました。しかし、1564年に、三好長慶が死去すると、三好氏の勢力は衰えていきます。四国切り取り次第。土佐では、1560年、長宗我部氏の当主、国親が死去し、嫡男の元親が家督を継ぎました。ここから、長宗我部氏は勢力を拡大していきます。1563年、長宗我部氏は、吉良氏を滅亡させました。1564年、畿内を支配していた、三好長慶が死去し、養子の三好義次が家督を継ぎましたが、三好氏は、義次が、将軍足利義輝を殺害、永禄の変や、三好三人衆などとの内部対立などで、弱体化していきます。1566年、一条氏は、大平氏を攻撃し滅亡させました。1568年、長宗我部氏は、元山氏を降伏させ、土佐中部を平定しました。伊予では、河野氏が、毛利氏の支援を受け、宇都宮氏を屈服させました。1569年、長宗我部氏は、柳原の戦いで、安芸氏を滅ぼして土佐東部を平定し、1571年には、一条氏の家臣となっていた津野氏を滅ぼしました。1574年、三好氏に服従していた香川氏は、三好氏への反乱が続き自立しました。1575年には、一条兼貞を、四万十川の戦いで撃破し、土佐を統一しました。そして、同年、元親は、織田信長から、四国は、切り取り次第所領にしてよいという朱印状をもらい、伊予や阿波、讃岐へ進攻していきます。1576年には、阿波の三好方の白地城を攻略。1577年には、阿波の日和佐城を攻略し、阿波の西部と南部に勢力を広げました。1579年、
讃岐、香川方の城を次々と攻略し、香川氏は長宗我部氏に臣従しました。さらに、伊予東部に勢力を拡大していきました。四国平定。四国統一まであと少しと迫った長宗我部氏ですが、信長より切り取り次第の約束を反故にされ、土佐と阿波南藩国のみの領有を認めて臣従するよう迫られました。しかし元親は信長の要求を拒絶しました。そこで1581年信長は羽柴秀吉に淡路を攻略させ、三好氏を織田氏の味方につけました。1582年6月には信長の三男の神戸信孝を総大将として四国征伐を行おうとしますが、本能寺の変で信長が明智光秀に討たれ、四国征伐は中止となりました。危機を脱した長宗我部氏は四国統一を再開します。同年、三好方の祖豪軍を中富川の戦いで破り、阿波を平定すると、1584年には伊予の西園寺氏を降伏させました。さらに祖豪城を落として讃岐を平定しました。また、河野氏も降伏させ、伊予をほぼ制圧しました。その後、伊予の他の豪族なども降伏させ、1585年には、四国全土を統一しました。なお、統一してないとする研究者も複数おり、見解は分かれています。ところが統一したのもつかの間でした。同年春に、中央での権力争いに勝利した羽柴秀吉が、弟の秀長を総大将とする10万の大軍を四国に送り込んできました。長宗我部軍は、4万の兵で迎え撃ちますが、次々と城が攻略されていき、勝ち目はないと思い、降伏しました。秀吉は、阿波を蜂須賀氏に、讃岐を仙石氏に、伊予を小早川氏に与え、長宗我部氏の領地は、土佐一国のみとなりました。これにより、四国は秀吉により平定されました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。